ソフィア・ヤンソンソフィア・ヤンソンは、ムーミンシリーズの小説の原作者、トーベ・ヤンソンの名。父は、トーベの末弟で、漫画版、ムーミンの協著者でもあるラルス・ヤンソン。ムーミンの著作権管理会社である、ムーミンキャラクターズ社のクリエイティブディレクター権会長を務め、ムーミン一家にまつわる、様々な舵取りを行っている。ソフィアは、おばのトーベに非常に可愛がられ、彼女とトーベ、 ラルスの母シグネのことを主役にした小説、少女ソフィアの夏が書かれている。この小説には、東部自身も出ている。ソフィアは、ムーミンの権利者として、行き過ぎたグッズの流通、販売などを監視している。このために、アメリカのディズニー社との契約は行っておらず、今後も行わない方針だそうである。 日本で制作された1969年版と1972年版のアニメーション、ムーミンのキャラクターデザインやストーリーについて、原作者である東部は、生前に難色を示していた。この意思を受け継ぎ、現在の権利者、ムーミンキャラクターズ社は、当該作品を公式には認めない方針を貫いており、現在に至るまで大変人気のある作品であるにも、かかわらず、 旧式メディアの VHS やレーザービジョンリスク LD での発売にとどまり、1990年の楽しいムーミン一家放送開始以降は、テレビの再放送や現行メディアの開発、発売は見合わされている。また、YouTube やニコニコ動画に無断で大量にアップロードされていた映像についても、ムーミンキャラクターズ社によるサイト運営管理会社に対する削除申し立ての結果、 削除されており、合法、非合法は別としても、旧作ファンの干渉の機会は著しく限られている。一方、アニメーション、楽しいムーミン一家の制作には、東部とラルスが関わっており、ムーミンキャラクターズ社の購入を受けている。この番組は、ヤンソン一家の住むフィンランドを含め世界中で、放映されており、制作当時の主要ソフトである VHS は元より、 近年のソフトフォーマットである DVD やブルーレイディスクでも発売されている。本サイトについて、ムーミン公式サイト、2012年10月30日閲覧、スペシャル企画、ムーミンとトーベアンソン、ビッグイシュー日本版152号、ビッグイシュー日本版、2012年10月30日閲覧、ムーミンの日どうして8月9日なの h t t p w w w m o o m i n c o j p m o m i n t a y 2 h t m l m o o m i n 公式サイト。ありがとうございます。